19小節目からはクラリネット全員とファーストアルトサックスが主旋律を担います。クラリネットを支える意識でブレンドする柔らかい音色で奏でましょう。9小節目からの16分音符はフレーズ感を意識してクレッシェンドを生かして全身力を持って吹きましょう。